にわか配信ことぶき、ことぶきですよ。さあ、秋の夜長ににわか配信いやいやいやございまして、うん、まあまあそれもそうなんじゃがよ、はい、今もう日の本代表が頑張っておるのよ。ちょっとどれぐらい見てるんですか。いや、日の本代表サッカーが豪州とやっておるのよ。サッカー見てたって人どれぐらいいらっしゃいますか。いや、どうでしょうね。こっちで待機してくださってる方はもう消してる可能性もありますからね。見てんのかな。そうそう、やっぱり、うん、もう終わるから、もう今後半45分でもう、まあ、見てる人もいらっしゃいますね。失われの国がプラス4分じゃな、うん、ロスタイムが。ちょっとこれ待ってるあれもちょっと長いか。長いじゃろ。今我々の画面は一面蹴鞠映してます。蹴鞠の蹴鞠展開勝つじゃろ。もうでももうまあまあまあでも4分もござるぞ。うん、見事見事、これを防いで、うん、このせいで、はい、見事この、あーこのせいでも足を怪我されましたな、うん、いや、やりますやりますやりますよ、もちろん。もちろんやりますぞ。このあれよね、悪夢配信ちょっと心配されてる方いらっしゃると思いますが、もう間もなく日の本終わりますんで、日の本代表。いや、もういいじゃろやって。もういいか。何を終わんねんみたいな。いや、みたいな。切りよく何をそんなに切りよく終わりたい。切りよくって、うん、うん、ほらほら、終わった後にで良いですみたいな感じになっておるから。なっておらんて、うん、お主だけじゃなってんの。見届けてからね、切りよく始めたいじゃん。何千におる一つを呼んでるだけじゃよね。終わったらしい。それで自分の感覚ももうグラグラになっておるのよ。いや、気になるじゃん。意見に支配されて、お主はもう自分の意見が全くない。お主興味ないか。日の本代表の勝ち負け、うちでも良いのよ。おめでとうで始めたいじゃん。見届けようぞ。先ほど朝の匠の神が決めよったからな、ことぶき。うん、見事に勝つじゃろ。もう勝つのよ。だ、勝ちを認めて、超えておるの、見届けて、うん、危ないぞ。そう、この間の応援の熱もあるから、あれ嘘やったんかと疑われておるから、はい、そう、あの感じでいかない、いかない、まあ、変な感じになってくる。変な感じになってくる。もういいじゃん。さあ、どっちでしょう。もういいじゃろとか言うのは変なのよ。もうやりたいのよ、ナイトメアを。それがしらもやれるのよ、存分にやれるから。この終わったら2400人の方見てます。そうそう、今2400人の方にサッカーを見てるだけの映像見てるってなんぞや。もういや、髪型似てる、それがしら似てるわ。髪型似てる、それがしら似てる、ヒゲの子さん髪型似てるわ。あと1分、もう間もなくね、間もなく。さあ、あと1分で失われの国が終了。うん、黄色と青の色分けは見やすいの、この羽織の衣の。なんかたまに青となんか白の、うん、似てるやつあるじゃろ。見やすい黄色と青の色分け、それが分かるわ。これ見事な采配。うん、たまにどっちがどっちか分からんときあるのよ。靴下の色だけしか違うではないかみたいなときもあるじゃろ。大体各チーム2種類ぐらい色あるのよ。いや、似てるとこもあるのよ。うん、それを評価して。おぉ、いや、飛び出しお守りしたな。おぉ、みんなもう今か今かと勝ちを待っておる。いやいや、みんなナイトメア待ってるのよ。ナイトメアもちろん、もちろんよ。ほらほら、もう応援してもうてるやん、みんな。うん、お主が応援するからね。あ、これもっと早めにスタートしてやっとけばよかったの、もうこの際。しもたな、この際ナイトメアなしでよかったの。そしたらもう、おやっ、はい、さあ、ましたな。さあ、始まりました、皆様。わずかに悪夢が終わりました。うん、終わりました。日の本勝利、勝利、日の本。これいけるんですかな。ええ、参りましょう。その天下一大会の方には、ええ、まだ決まって、いや、厳しい状況だ。これではまだわからない。まだ上に2つの2国。なるほどね。
今日負けたらでもしまいじゃろ。首の皮一枚つながりました。よかったよかった、うん、というわけでございまして、気を取り直しまして、始めましょうぞ。これもうやっと終わったとかなってるじゃん、うん、わずかに悪夢にうなされるじゃな。さあ、うん、行きましょう。新遊戯の方じゃな、うん、はいはいはい。ああまたちょっと画面が、ああ良いか。さあ始まりました。お待たせいたしました。これはちょっともう、お主がこれが好きなんじゃろ。肝入り、うん、それが肝入りの一作でございます。南條はちょっと肝がこれ入っておるからな。肝入りの一作、まあでもこれにさせていただきました。待ってましたも多いと思いますが、うん、これは面白い遊戯なので、それが我々はその2をいつじゃったか、夏ぐらいに終わらせまして、お始まった、さあ皆様始まりましたぞ。このまどろみから始まるのよ大体これ。いつも、うん、あ音もまどろんでまどろんで音もありでよ、まどろんで近づいていったらほれもうこれ白いなんぞや、これこれは白蛇さんか。あーひな人形みたいなやつじゃん。人形か、お人形じゃん。日本人形じゃこれ、博多の。振り返ったら目細いか。日本人形じゃな。見返り美人じゃな。あれ良きとこで、お主お目覚めじゃ。ブルブルってした時持ってなかったな今、うん、さあ始まりました。お待たせしました。え、豆腐じゃないんじゃな。日本人形みたいな、うん、いやあれは後々多分伏線で回収されるやつじゃろ。うん、あれ画質は。ちょっと皆さんこれどうじゃ、豆腐ではないようじゃな。あ今回黄色の方じゃな、黄色ずきん、それがし、あのお供のお月のやつじゃな。お月、お月をこれ動かすということでござりまするか。前回そうじゃな。あ何今なんかあったぞ。尖りおつむの。あれもうすでにお手元松明持っておる。ああね、何しでも燃料がなくなってしまうぞそれ。いやこれ燃料無限やん。無限燃料かな。多分燃料無限よ。ああ、積ませそう。ああ、はあ、はあ。もうでもお主操作の方法とか、もう慣れておるから。分かっておるじゃろ。ういっ。よいしょと。さあ、進んでまいりましょう。さあ、大冒険が今、幕を開ける。ああ、いいですね、気持ちいい。さあ、排水口から、通気口から。大体これはもう。ネズミじゃん。これの何が好きなの、むしろこれ。見やすいじゃろ。見やすい。え、見やすいからこれ好きなの。むちゃくちゃ見やすいじゃん。え、薄暗ないこれ。え、どういうこと。横に動くだけ。もう単純。ああ、単純やからこれが好きってこと。何人も白まなこ出てきて、もう縦横斜めに行かれても。あ、そういうこと。この横スクロールやからこのゲームがいいってこと。そうそうそう、横巻き軸で行ってくだされ。どういうことか。いや、理由は何なのかなと思って。うん、これは名作者と思うよ。いや、これ名作よ、面白いよこれ。音聞こえております。音どう。いいのか。うん、ん、音がの、ちょっと聞こえておらぬ方も。あ、聞こえてる。ゲーム遊戯音も聞こえておるな。なんかこけしみたいなのが一匹祭られておるのよ。でちょっと画質がの、ちょっと今音ちょっと大きくしてできますか。あれ、あ、どっちやろ。聞こえてる。あ、ゲーム音聞こえてない。小さい。ゲーム大きくした。いけますかな。ええ大丈夫。うん、なかなかの。あ、ほぼ聞こえない。遊戯音聞こえぬ。あれあれれ、この足音とかですかな、遊戯音。うん、まあこれあった方が臨場感は出るからの。まあ、聞こえてるのは聞こえてるということですかな。うん、さあもう慣れておるからな、大体からくりも分かるのよ、うん、もうこれ早いし。ああもういきなりじゃな、これ
聞こえてない。ほぼ無音の時もこのゲーム自体は結構あるから。ああ、なるほど。いきなりこれにも足長、足長、いやいや、電球変えてるのよ今。電球変えてます。腕のち、電球のこの腕の力だけで今ぶら下がってる状態だから、うう心配するかも。そんな、そんないきなり、ちょっと申し訳ない、電球変えてるのか申し訳ないが、うん、ちょっと椅子借りまするぞ。電球のこの、これだけの力で今ぶら下がっておるから、すごいのよ、あの人。電球変えるときあの人に頼みたいもんじゃない。そう、うん、なんか、なんかドロッとしておるな。炭が油田か、あ、炭か油田のか、いや、油田やとしたらこの火がものすごく危ない。危ない気をつけよ、油田やとしたら危ないからな。下は油田か、うん、これ危ない、近づけるな、油田に油田に近づけるな、柿よ。まあ、よい、いや、やはり気になる。いや、危うし、危うし、油田大爆発を起こすのよ。油田か、油田じゃなさそうじゃん、そんな油田かもしれない。油田ってその油でいいやろ、その電まで言わんでも。行くか、こたびの大体は、うわー、手が、手形がこうなっとるな。癒仏壇じゃろ。うん、こういう、冷蔵庫しちゃちょっと入れ…仕切りがちょっと多いもんね。うん、野菜室とか上か下かで読んだのこれ。下アイス入れるとことかいるからな。こんな仕切られてもこの業務用じゃよ、これ。ソースとかかかってなるじゃん。そう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 、牛乳も一回口開けたら餃子の在庫ぐらい入れれるの、うん、センスがないの、あれの。センスがない冷蔵庫じゃな。え、あの豆腐はもういないんですかな。なんぞやな。あ、なんか、あ、とんがりくんじゃ。ああ、とんがり棒。え、とんがり坊主。とんがり坊主は何これ。あ、なんか透けてる。え、え、え、なに実体の。あ、かわいい。殺しました。いや、殺したの、抱っこしてるな。かわいいの、こいつ。共に行くんかの。ほれほれほれ、あ、あの頭が行き先を指しとるのではないか。こっちこっちか。あ、そうか、こっち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 、あ、こっちこっち、火のとこに頭ちょっとグッとやってみてくだされ。うーい、あっ、熱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 っ、焼きもろこしじゃよ。焼きもろこし、焼きとがりコーン。あー、熱っ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 、冷やそう、冷やそう、冷やそうな。かわいそう。あれ、かわいい。あ、いけいけいけ、中身見たい。いけよ。ん、こいつ何、仲間か。仲間じゃろ。仲間にしては地味じゃな。そこ陣取ると。え、何何何何何、おい、やめろやめろやめろ、吐けよ。あったあったあった。何こやつ、この尖り頭、これ何これ、いいのこれ。もう連れていくのかな、ついてくるのかな。かわいいな。かわいい。こう丸く抱いてあげたら安心しようからな、子供というのは。丸に抱いてやれよ。何がしたいの。完全首すん、え、座ってないの。首すん、おー、なんで、おー、ルシー跳ねた。大跳躍見せた。おい、やってくれました。え、来るわこれで。はい、ご主人様、行きましょう。はい、参るぞ。はい、はい、はい。え、え、うん、はっきりしてくれよ、もうお主。行くぞ。はいはい、行くぞ。はい、行きます。行くんじゃろ。どうぞ、お先にどうぞ。はい、はい、こう言って、行くんじゃろ。え、え、え、行くんじゃよな、お主。はい、はい、いや、行くんやな、うん、どこ座ってんの。はい、ここへ。はい、先に、変なとこ座んなよ、先に。はい、どうぞ、行こう行こう。どうぞ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 。行ってるから、はい、こう言って。はい、はい、はい、もうええよ、もうええよ。もうええよ、お主。もう知らん知らん知らん。連れてはいかぬな。え、連れてはいかぬ。いかぬか。大根に登んねんかも知ってねん。不自然な、この。あ、靴箱か、あれ。ん、いや、これ、これは冷蔵庫じゃん。何ピラピラ。あ、水か。あ、なんかクモの足みたいなのいるな。気持ち悪い。さあ、やっぱピラピラあるね。ミスターサスケ、参りましょう。見た見た。やっ、お、お、なんか白い。何？黒い油田の、油田の主じゃん。主。
あー参りましょう。おお、漆黒を駆け抜ける。この辺は。あー油田の主。何あれ？油田の主。え？油田を荒らしたからじゃよ。ヒルみたいな、ナメクジみたいなやつじゃよ。この辺は簡単じゃな。あの、こんなあの、1じゃからな、我ら2をもう2を制覇してる。あー、主来た、主来た。うわぁ、ほらヒルじゃん、ヒル。これ危なそうじゃな。ヒルちゃんじゃん。インポッシブル。あれ、回すのじゃないか。これ、引っ張るな。お主、もう上級者じゃな。あ、マジでこれ、3時間、早い人で3時間って言われておるらしいから。なるほど。1時間で目指そう。あ、おった、動画やったわ。なんでやねん。発射する。生きてる、生きてる。ええ、あ、油田。油田たどり着く。あ、危ない、火が。油田。あ、来てる来てる。うわ、なんか無視ある、無視ある、無視ある。いや、油田が足取られてんのよ。私たちは悪いものでおる。悪いものじゃ。悪いものでしたね。説明その1、発舌でしました、ね、油田で油虫みたいなやつがおるから、それを あれ油虫じゃよ。人の油も吸いに来てるの。うーわー、えこれ黄色の頭巾めちゃくちゃ汚れた。これ裾の吸いたい、吸いたいよー。うわー、むずむずむずすぎるって。人の油みんな来いよ。なになに、今回こいつか敵。うん、結局油の虫よ。人にあらずじゃな。人にあらず。こっからばっかりじゃな。もう裾汚れておるのよ。まあ避けれるわ。賢いやつらだ。おうし。いや、それがしの腕もそこそこや。確かにな。はっきり言って馬なっておるもん。油田の、うん、あら、ま、油ちょっと踏んでしまうな。ちょっとわざわざ裾は汚れてなんかもう、あー明るい子汚れてるじゃん。かっこいいよな。ちょっと洒落ておるぞ。そんな黄色と黒で。ん？あっ、またまた、あいつがいざなってそうじゃな。尖り頭が前回水先案内人として、そういうことか。じゃあ尖り頭の行く方に行けばいいんだよな。そうそうそう。さっきあんなうじうじしてたんじゃろうな。だから行きたい方向に行ってないから。ずっとつけれんのか、それ消えんのか。いや、つけるつける。つける。手前に来た。ん？よいしょ。いや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 、ちょっと待って。え？絶命。行けてたじゃろ今。二絶命。いや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 い、いえ、即位よ、その小走り。もし、うーわ、油田からやん。嘘じゃん、厳しないこたび。私たちも連れて行ってください。もうこんなジメジメした生活は嫌なんです。ほら、さすがに油田で。お供に、私をお供に。いえ、油田は冷めるってこと。いやいやいや、連れて行ってやれよ。なんなん連れて行くって、無理じゃん。いえ、仲間に鬼連れてるし、鬼退治で元も必要な。俺も死だらけやんか。はいはい、こっちです、こっちです。じゃろ、たたたたたた。そりゃ分かってんだよ。上です、上です。上行った、はいはいはい、上行きましたぞ。はいはいはい、はい、スススーっと。あちやっぱあの、うん、発想飛び越えを気をつけよ。ここ真ん中で行って。ここじゃ、そこでな。うん、さっきはちょっと斜めに行ってしまった。よし、暗いなぁ、しかし。ん？おっとっとっと。うわぁ、ちょっと距離あるが、飛べぬ距離で。あおおおお、よく足元を確認していかねばな。飛べそうではあったの。おっと、回しそう。よし、これやっぱ、あー、どっかのこれ門が開いてる。どっちじゃ、光の。お前、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 なるほどな。あ、飛び込め。あ、はい、ちょっと遅かったか。もう一回、もう一回。なるほど、なるほど。お主、やっぱり腕上げた。なるほど、なるほど。こっちからも飛んでいけるってことか。飛んでいけたな。うわ
シュその3。あーあーもう油田やめて、油田やめて、油田やめて、油田から、油田からはやめて。油田じゃないじゃろ、油田じゃなかったー。回しとこかやった。よし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 、もうもう早う行こう。さっき行けたからな、完全にそのまま。もう2からさっきやって正解やもしれんな。やっとな。はい、滑り込み。いけー。はい、滑り込み。お見事。よし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 。これも違うのかな。いや、それじゃよ。違うか。あ、ほらほら。待って待って待って。ちょっと早すぎるの、案内人にしちゃう。はい、こっちです。早すぎるって。よくない感じ。ほら、大男が今箱を引きずり男。なんかおったな、今。おりましたな、でかかったぞ、また。さあ、ミスターサスケ。さあ、ファイナルステージ。最後のボタンを押せば。さあ、早い、早し、早し、早し。いった。また施設に入る。前は学校じゃったな。学校とかいろいろありましたけど、病院やら。こたびは、あ、と、尖りずに。尖りではない。尖りみたいな。あー、もうこれさ、高橋じゃ。え、大体どっかにこの解除装置があるのよ、こういう時は。何何。いや、さ、高橋よ、これ。ほら、いいです。どういうこと。え、見とけよ。ほら。なんで知ってるの。え、あったじゃん。こういうのあったじゃん。ちょっと上達しすぎて、そうそう、もう2やってるから、一回まず触ってください。今触らんといこうとしたな、今。まずこのライトつけれそうじゃなくて、いった。あれ、タイマつくべして、あれ解除せねばな。おっと、あれが根津に、根津港が上じゃろ、あの、うん、この箱みたいなやつじゃな。違うか。いや、なさそうやな。あの奥、ああ、これじゃ。うん、ござるござる。手際が良いの。川やちり紙、在庫どこに置いておるのよ、川やちり紙のこれ。いや、隣じゃん。これ飯炊くとこじゃろ、ここ。え？よし、これでこの間に行くと、もう全てお見通しじゃよ。あれ、あ、これ使いそう。ビヨーンではないのか。違うか。なんか物置いて、違う。え？と思った。うん？使わぬか。ん？あ、無限列車じゃよ。寂しいの。うん。あ、またビリリ。またビリリか。あ、おい。ああ、おいおい、感触持ちか、お主は。おもちゃの最後の。ああ、苦にがしや。お、なるほど。木じゃから、木じゃから電気は通さんのよ、うん、ここまで駆け抜けるということかな。え、もう一個ぐらいあるじゃろ、あの引き。いや、多分そっちの上登ってあの上にあるんじゃろ、あの光ってるやつ。あれはこれなんかやりそうじゃかな、違うか。この箱、突っ込まれんのかな。下に、向こうに重りつけてとか、違うの、坂にしてとか。この平均台の反対に箱とか乗せて、うーん、足音、むちゃくちゃでかい足音。あ、それで走っていくのか、単純に走っていって箱に乗るしかないな。あ、下がるまでに、ああ、そんな簡単な話じゃったか。ここか。ああ、戻るのか。戻っ
て、あ、戻って、もう一気にかけていくしかないんじゃな。なるほど、今の動きを、うん、あれが消えてる間に、え、あれ消えへんの。よし、いけ、走れ走れ走れ、いけいけ、駆け抜けよ。まいっちゃ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 、さあ行くぞ。さあ間に合うのか。さあ参れ参れ参れ、いけ、余裕じゃん、うん、よし、いけた。感電せぬかお主。感電してくだされよ。と行けて、勘弁してくだされみたいな感じ、うん、勘弁してくだされもう。あ、うまなったな。お主がやるかこれ。視聴者の皆さん、おたび、あ、それでも良いかな。もうそれがしても多分ススじゃよ。ススじゃな、もうススじゃな、ススと多分。おっ、無念。おっ、こら、なになになに、やられました。あ、なんか溶けていった。ポロポロ。強烈な光によって溶かされたんじゃな。光の力で。黄色好きもやっぱり光には。やっぱり右の方がむずいんじゃな。え、何やったの今の。いや、光じゃよ。電磁波、また。そういうことじゃな。物陰に隠れていく。放射能。結束よ。放射能的な、なんか目に…え、どうする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 、まずはここ。なになに、なんでさっきは…あ、目覚まが、ギョロリ、かくらかくら、ギョロリが…よしよし、そこ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 。左に行け、よし、来ました。行けるか、お見事。よしよしよし、登ると見た、これちゃうか。あ、灯しとくか。登るんじゃろ、登るんじゃろ、ともさんのか、ともす思ったらともさんのか。登るんじゃよ、ともすんかい。でこっちか。あ、これ扉遊びか、またどっから出てたか、無限に。うん、まあまあ、でも見てる分には気持ちいいな。うわ、またこれ油田じゃな、油が湧いておりますな。なんかちょっとこれ卑猥なやつか。ええ、昔ありました、卑猥壁画。卑猥壁画ではないか、さすがに。いや、わかるのか、卑猥壁画かもしれんの。壁画じゃないよ、あれ目玉じゃよ。目玉か、子供も見ておるの。おっと、日本人形。あ、これさっきおったの日本人形じゃよ。ほんまに日本人形やったんじゃな、これ。何をするのよ。え、え、浄化された。え、え、え、あ、溶けた油で。えー、ほんまに、ほんまに驚いてる動きすんな。不思議油じゃよ。いや、割れたんじゃよ、粉々に。あー、やっちまった。なんか今、リーンみたいなんで、なんか成仏されたの。あ、何そっち、なんかいけるな、光っておる。いや、ここは何もない。あ、それでいいですよ、来たよ。なんとなくもう分かるのよ。あ、壊して正解。こっちかの、約4000名が今見ておりますな。うわー、緊張するな。お主もう立派な遊戯実況者になってしまったな。あーっと、出た出た出た。何じゃ、音じゃみたいな。出た出た出た。西じゃ。こいつの攻撃の方法は、うん、このマリで多分揺さぶるんじゃな、マリで多分この気持ちを、お主マリ揺さぶり、火なんかつけた、これ多分一撃。先ほど日の本代表がしっかりとこのマリさばきしておったからな。あれを見習うの。火つけたくるじゃん。いや、意外と鈍いんじゃないか。あれ、撃退した。どっか行ったの。恐るるに足らず、こたびの遊戯はもう余裕よ。
ミシジャにかかればもうミシジャにかかればもうすすすのすすよすすよ。え、もう今のところ一回もなんかこの難儀してない、まあ油田に落ちただけじゃな、難儀してない、登るのかな、はい、うん、早い早い、やっぱほんまにやっぱ2位を制覇してるというあれ、そうそう、相当難しかったからの序の口や。もうひとたびもこの頬、うん、この頬を緩めることなく、うん、できれば無絶命で行ってくれてもいいぞ、無絶命でミシジャとして生まれ変わる、1回、2回、3回ネズミが1匹入っておるようじゃな、あ、いたたた、腹が痛い、腹下しか、ここに来て腹下しを乗り越えました。牡蠣あるけど、牡蠣を生で食べたのよ、あ、うん、あ、収まったの時あるけど、あれ、おさん、うんこしたいっていう時はもう走らんと立ち止まって、あのように自然に消す便意を消す気合で、これなんや大事なの、あーやっぱり牡蠣、消せ消せ便意消せ、一旦止まって便意、賞味期限切れてたのよ、違うこと想像しろそう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 、何何の敵はもう、なん、あ、食当たりかもしれん、お、あ、それ、あー痛い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 、便意便意便意消せ、腹が痛いの、なんか好きなあのお菓子とかのこと考えて、よし、確実にあの牡蠣が当たりましたな、痛い痛い、あ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 、お、また牡蠣じゃん、いらんて、牡蠣はもう、え、食い物ではないかこれ、え、便意というか空腹ではないのか、あれってのか、あ、ほら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 、いただきまする、うわ、うわ、あむ、めちゃくちゃむしゃむしゃボリューム、優しいお方よ、あ、ありがたき、ありがたい、ありがたや、お名前だけでも教えてくだされ、ありがとう、名乗るものではございません、優しいお方よ、名乗るほどではございません、とったからの、それは3週間ぐらい机の奥にあったカビパンです、いや腹が減っておるやマシじゃえ、何今の人、仲間ではないのか、仲間じゃん、なんか助けるなりなんなり、またまた人助けを、あの人アコであれ配ってるのよ飯を、いやあんな逆に檻の中から飯投げられたの初めてじゃよ、おっと、これはこれは清潔な水か、この辺は綺麗な水じゃな、ちょっと上見して、ちょっと油落としとかねばな、そうじゃな、足がもう泥まみれになっておったな、いやいや、油田にぼちゃーいったからの、よし、参ろう、もう母君に怒られるやつじゃ、足洗ってから、いや、あれあーまずわらか、あ、まずわらっかじゃよ、あーまずわらっか、ボンミス、ボンラッカボンラッカはもうやめて、うん、見せるラッカ、お主見せるラッカ見せるラッカしました、ほんま急なボンラッカちょっと滑ったんじゃな、ここでやっぱり、なるほど、濡らしすぎて足洗ってますからな、うん、あ、スローじゃない、いやいやいや、プロ野球で雨で中止になった時、よう滑るな、やっぱり雨で中止になった時の神宮球場じゃないのよあるけど、なんかなんかスライディングさせられる若手が、え、いや無理、痛すな、なんか不気味な、あら、あっちもビリリじゃな、あれお主どっかあるか、これどこじゃろうな、ビリリの、いきますか、ビリリの檻があるから、ほう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 、そう来てそう来て、反対側に今までの感じだとあったの、あ、そっちじゃないのか、じゃあ、お、結構高いとこに、え、お主すっと勘弁してくださるんじゃろうな、勘弁してくださるもう、あ、これかせぬのよ、ちょっともうこれ飲み込み早いのよ、もう行くか、お主がやるか、まあそれも一つじゃな、だから次噛んで、あの死んだら一回やってもいいかな、ちょっとでもやった時もあるじゃん、それはし、うん、ござるけど、にもその多分かなりスッとこせてまいしまいそうじゃな、いやそれはそれで、あー結構長い尺度まで出てた、あー気を抜いたらこれじゃん、
いやー、戻し。たまにやってみるか。うん。ああ、はいはい。どうじゃったかな。なんかやったのよ、それらしい。みんなさっき。頼みまするぞ。これが火を。そうそうそう。それが火。うん。手元と松明、うん、で四角で走るで飛ぶだけじゃ。四角で走る？そうそうそう。これ走ってる？うん、しゃがむのもできるぞ。まずはここで足を洗って。しゃがむは？足洗えよ。はい。この世界から足を洗う。しゃがま左上の手前のボタンじゃ。うん、そうじゃ。ああ、なるほど。ああ、火が消えるぞ。よし。この火を消してはならぬ。消してはならぬ。千年以上続いた火を運ぶのよ。高野山でいただいた灯火。そうそう、絶対に消すでないぞ。空海様が。この灯火は絶対に消してはならぬものじゃ。消せ消せ消える消える危ない。消えた消えた消えた。千年の歴史消しちゃいました。さっしゃ。行ってくれ。もうこれは宣伝。もうこんなんどうでもいい。はい、行ってくれ。早く見たいのよ。行け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 。ぴょんと。感電すんなよ。おお、なんか。感電見たなるじゃろ、だから。いやいや、もう感電なんか。感電見たいわけがなかろう。あれ、どうやって持ってる？登るのよ。右上で。そう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 。掴むは右上。で、左行く。左ずっと行く、そこ登れる、左登れる、おお、背面で飛べる、おお、うん、見事見事、ほれほれほれ、見事よ、雲男じゃ、雲男じゃな、ここ、よいしょ、ここを、ここそれがしが松明ともしておるから、これ、なるほど、ピヨーンと、ピヨヨーンと行くしかあるまいな、よし、さあ参ろう、いい、あれ。いや、いった、よっしゃ、行きました。おおおお、うん、まだ上、まだ登る。どっかに感電を消す。やったやった。上まで行くか。結構上から行こう。安全を期して。ええ、めっちゃ行けるぞ。あこまで行けんのかな。 あるぞ、あこに。あっこじゃな、取っ手が。下からっぽいな。この距離は無理じゃろ。いや、行ってみよう。行けるかもしれん。やったな。よいしょ。おお、危ない。これは登っていけんのか。いけそうじゃない。そのまま上に。よいしょ。だいぶこれ切り替えと離れておるの。切り替え、切り替えのこれと。これどうすればよい。あ、なんか知らんやつもあるぞ。もうどっちもいじるんじゃな。これおそらくあのあれが上がってたあれ言うな、もう、うん、言うな、先に言うしよう。まずこれで感電を止めよう。知りすぎて、感電を止めよう。お父さん知りすぎて全部言ってんね、うん、早く感電止めるのじゃ。子供の、あ、こっちが登る方じゃった。はいはい。ほんで、で、これで感電が止まるんかな。ああ、やめてやめて。楽しそうじゃな、これ。持ってきて持ってきて持ってきて。なになになに。あ、感電向こうにある。で、これ走っても戻して走って飛び乗ってやな、多分。あー違う違う、無理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 。針でやりたいの。確かにな。戻ってきたタイミングで。前回のやつ2人で行けたんじゃないな。このタイミングでちょっとラグあるから。行けー。よし。長いね、追うの。人の落下追うの長いのよ、このいやらしいな。いやらしいな、いいじゃろ。途中でも画面で消えたよ。かったかのー。まあ、こうにゃろ。死んだら交代。あ、交代。死んだら交代の定めでいこう。死んだ承認。うん。もう死なんよ、それがしは。はっきりと申して。いや、はっきりと申すが。5回死んでんの。いいよ、神宮球場。無絶命で参りまする。無絶命で頼むぞ。キショッ、全体的にキショッ。はよ、言ってくださいよ。キショッ、無絶命で参りますぞ、ヒュー。早く早く。時間もあるからな。お笑いとしては完璧だ。時間もあるからな。よっしゃ、やはり笑いの男であった。時間があるから。はよ、行け。もう足洗わんでよい。足なんて洗わんでよい。洗ってないのよ。よ、行くのよ。やんのはお主のね。もう結局上まで行かなかったんだよ。
あ、これ結構時間かかるな。そう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 、もうあと20分じゃが。危ねえ、今落ちそうに。いい、もう危ないとかいいか。まっすぐ、黙ってまっすぐ、ね、黙ってやれ黙ってやってくれ。見事見事。よしよし、やはりこの世界に黄色は映えますな。違うじゃろ、左じゃろ。左から登って背面飛びじゃよ。あれジャンプ慣れてない。何しておるのよ。ジャンプがこっちか。跳躍、そう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 、見事見事。あ、さあ上に登ります。まずここ最初の難関じゃな。そうじゃな、うん、いけるかミスターサスケ。ミスターサスケ、ヒーローズキンの男。さあ今ファーストステージ飛んだー。おー、いった。危ない、いけるいける。あ、あれ側面も掴まれるんじゃな。じゃあ登ろう。じゃあさあ登ろう。これ死んだら途中から見してほしいな。ここじゃったな、違うか。いや、ここでアホに捕まって登っていく。あ、そうか。膝打ちました今。痛いよ。見事見事、手際もいいの。よしよし。うわ、ちょっとこれもうこれはもうそれなのかな。まずこれやんな。まずそれで吊るしかも上げてくる。よし、手前からやった方が距離短いんじゃない。どういうこと。手前からこう引っ張る。こういうこと。え、逆。ああ、押すんか。こういうこと。まあこれで近づけるじゃん。そうかそうか、無理か。人という字になってる。入るという字になってるじゃん。よし、で走って待つやな。離せ。おー、サンクだよ、サンクだよ。もう、これ、手で押してる。手で押してる。いい足の角度じゃない。腰が入っておるの。練習練習練習、まず一回練習。いけるか、いける、いける。さあ、いけ。切り替えてすぐ走って、お見事。登れんのかな。持ってと、それはないって。ほんまにない。お主もうええって。え、今掴んでたと思った。いやいや、せめてこっち。うわ、最悪や。あっこからや。もうええって。もうええって。せめてこっちに落ちてくれよ。それはないな、すみません皆さんもな。さあ参るぞ。もうマシな払うんだよ。スッと行く。ちょっと勘弁して。ここそれがしよう。ほんまに、うん、ここまっすぐに走られへん。病気にかかってそうそうそう。意外とこの縦奥行きがむずいのよ、これ。さっきもさあ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 、もう最初までは来た。でも三島からしたらここ初めてじゃろ、うん、ここ初めて。この、うん、まあ、見てる人はもうこれ何回も見てるけど。よし、絶対に映えるぞ。あの鎖と鎖の間で太ももの肉挟まったな。痛いじゃろな、うん、ブランコしてる時。手とか挟まるのよ。さあ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 、まず向こうじゃな。まず向こう。あ、おい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 、間違えた。あ、こしこしこし。まずさあさあ、まず奥の奥の持ち手を下げまして、はい、で光がつくまない。吊るしかを上げる。あ、光がつくまない。上げ切る。点灯。よし、点灯確認。点灯で、こっちで寄せ、ね、右倒し。右倒し確認。確認着箱、そして飛び移り。よーしよし、ここまで来た。いいんじゃろ。そう、最後最後。あ、これはやはり三島殿。あ、顔ちょっと見えそうじゃん。ん、見る顔、皆さんにお見せするか。髪、黒髪なのじゃな、こいつ。いや、登りすぎ登りすぎ。ちょっと顔見えましたな。うん、こいつはアジア系と見た。東洋人じゃな、こやつは。
あこれかなんでこんな遠くにあんのよ急に。ああでも遠すぎるじゃろ。でもこっちから行けそうじゃん。引き出すか、下から引き出すか。そう、さよさよ。結構大きく開き引き出していいんだよ。え無理。これを押すのか、上を。こっちじゃないか、こっちじゃないのかもしれんな。あ、しまった。あ、無理無理無理。ここか。あ、もうここはいけるか。これはもう、なかなかの。なるほどなるほど。あ、しよしよしよし、見事見事。で、これでいけるな。あ、難しいか。狭い狭い細いとこに。ああいう崖に行くヤギ見たことある。細いとこ。ああ。死んでない死んでない。難しい。死んだ時の声量出てた今。そうそうそう、すっごい崖のヤギ、ヤギが細いとこ。崖のヤギの話。結構手前。おお、ありがとう。よし、よし、今じゃ、行けー。いやいや、あ、これ時間制か。タイマス、タイマス、タイマス。これでまず一個下まで行かねばならぬ、もしかして。え、なになになに？これに捕まって落ちるんじゃろ、もう。え？押して、押して、押してそのまま乗っていくって感じ？うわあ！ああ、来た来た来た。あ、これに捕まるんじゃ。どれ？帰ってこれるか、この輪っかに。輪っかつかない。それで下まで降りるんだよ、降りるんじゃろ。まことか。うん、それ以外ない。ちょっとタイムズ行くか。なんで電気くらいの怖いね。ああ、あ、尖り棒。あ、落ちた落ちた落ちた。かわいそうに。おい、あれ、尖り頭。あれあれ、あ、あかんの。あ、おい、礼を言え。おい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 、おい、レイウェイ、レイウェイ。感電せんのか、あやつ。早く戻ろう、輪っかで。輪っか戻りかの。うん、男子釣りは行くか。あ、わっ、びっくりした。よよーよーし、下りまする。これどこに繋がってるんじゃろうな。元のあの、あ、確かもう忘れた。いや、どっかあったな、でもこれな。ござりましたな。下の状況忘れました。あ、これか。イカみたい。お、今一つのお印場所まで来たな、これ。これ、あ、あれ上行けるか、なんか空いてるかな。無理か。いや、多分右じゃな、これは。さっきんとこじゃかな、これ。あ、増えてる増えてる。違う違う違う、さっきのとこではない。さっきのとこか。油田の主が。おい、あー、よし。これどうする、これどうする。これはどっからじゃ。釣り輪は終わったとこじゃん、おそらく。いや、もう下で、多分下の着地からじゃん。そうそう、うん、なんさあ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 、うん、切れた、電源が切れたのかな、これ。もう切れ、あ、ついた、ついた。あ、切れた、ついた。いけるか。はい、これなんか、うん、さあ参りましょう。昼が光に弱いみたいな、さっき書いてたのが。なるほどな、一つ勉強になりましたな。はい、資料。光にも負けず向かってくるとは、勇気のあるやつじゃ。騙されたのよ、お主は。電気が、でもでも光には弱い。光ってこの光じゃないの。明かりには弱いの。ここはもう駆け抜けてよ。いや、でもそれでも来るからな、やつらは。ああ、見事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 。スススッと、え、ここ来たな。あの、あとのあれが止まってるんじゃろ。あ、ここは行けるんじゃろ、もう。これじゃあ、から何なのよ。いやいや、これ新しいとこじゃん、もう。あ、ここ新しいとこか。あ、ぐるぐるしてる。ああ、死ぬ死ぬ死ぬ。またこれ、隠れよ隠れよ。いいぞ、このからくり。うん、不自然に動いておるな。
あ、でもこれ部屋自体がこうなってる。部屋が動いておるのか。もうでも我らお主、前のその2の時無数の動く人形とか相手にしとったから、これぐらいじゃ何にも何にもない。おう、無限だるまさんが転んだやっておったのよ。あ、これと一緒にいけいけ。あ、うわうわ、おもろい、面白い、うわむずしむずし、面白いからくり。でも次でいけると。おー、いけましたな。よし、あれは何なのよ、あれ。なんか何の微粒子とか。微粒子放射能。あの人なんでこれ一本橋弱い。一本橋弱お。一本橋弱お。一本橋弱お、一番おもんないね。一番おもろいって一本橋弱お。いや、まあまあ一周回って一番おもろい。あ、これお主の通りにこれ寄せねえかな。もうたやすいのよこの。え、まず箱粒子出しは真ん中の箱じゃな。真ん中の箱、はい、ここ行こう。真ん中の箱まで。はい、後ろ後ろ、もっと後ろ、はい、そこそこで、次この、これ、バケツ、はいはい、この桶とともに、掃除桶とともに進む。そしてあの、あ、ちょっと足、粒子に。あー、もういける。おーし、火つけよ、一本橋。落ちるでないぞ、一本橋。ほんまになんか上にウイローみたいな。いやいや、これちょっとこうなってる。ほんまにもうよ、言って。一本橋弱尾はそれがしなのよ。弱尾、弱尻のやる弱尻。弟です。弱尾と弱尻はもういいって。弱尾弱尻でやらない。兄者弟者に対抗して弱尾弱尻で名前やろうぞ。もう切ってくれへんかな、これ。誰が死ぬのよ、ここで。うん、死なんから、切って。もう、あの、死ねへんから。もしちょっと足焼かれてたからな。だから落ちたんかもしれん。あ、今焼かれたで。危ないの。なんて簡単なからくりじゃ。舐めるでない。舐めるでないぞ。ここなのよ。最大の敵。最大の敵。ゆっくりいけ、もう。細いな、思って。ちょっと傾いてるからな、これ。いや、そう、奥行きないね。あ、手前行きすぎ、手前行きすぎ、危ない危ない。うるさいな、弱字。弱お兄さん、弱字は横でうるさいのよ。おお、まだすごい。やまし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 やちょっとずつ部屋が傾いておりまするな。なるほど。おーおーおー、あー、トガリボが2人おったな、トガリボ。なんかさっき別のやつ。はい、もうとりあえずここで一段落でございます。いっと、切っとくか。杯もらいました。長なるかな。まあ長なりますな、ここ行くと。ちょっとだけやりまする。ちょっとだけやって。うん、あ、もうでもこのそれがしのあの神の帳面ことノートパソコンがもう電池がなくなりまするゆえ、終わっときますかな。終了。うん、ちょっとやっぱり面白いの。うん、うん、それがし、これが一番好きなのよ、うん、これ一番。今日はこれぐらいにしておきましょうぞ。ちょっとやるのやるの、やりたいのよな。ちょっとやってるな。ちょっと戻して、次説明したらもう誠にやめます。一旦ちょっとこれで。おい、長いの、階段が長いの。見せ場で終わってくれよ。任してくだされ。うん、これで絶命とともに終わりまするな。うん、皆のものご視聴大義でござった。これならばゆるりと見れよ、お子様から。しないやんか。おお、はい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 、はい、トガリ、トガリが行く道はまず間違ってない。あれ、トガリ消えた。あの中じゃん。あ、これはあれか。 あ、やっぱ手前か。落ちそうやけどな、手前。なんか奥か。ん、何行かれんのそれ。上じゃな。こう無理なのか。え、
伝う？階段か、もしかしたら。でもあいつとか逃げていったな。斜めなっておるな。いや傾いてるじゃろう。長い階段よ。あー耐えた耐えた耐えた死んだというわけで、最悪の終わり方です一本橋弱尾の今日はもうオンパレード。一本橋弱尾の一本橋実況、一本橋実況いかがだったでしょうか今夜も一本橋一本橋の弱尾の今夜も一本橋いかがだったでしょうか。いやみんなも一本橋渡るときは気をつけてね答えはこれまでまたできるときまた告知します。